さっさと抜けちまう。こんな島なんて抜けちまう。タピオカ屋を借金センターで10万円借りる。タピオカ屋を作る。くる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 。クルーメイト。絶対まあタスクやっただろ今。あれだタスクやった。を使ったやつ。サボタージュ押せちゃったよ。押せちゃった？押せちゃった。今の失言じゃないですか？もしかして。失言。どこが失言でした？押せちゃった？押せちゃった。それインポスター目線ですよね。スキップに入れますよ。押せちゃった？スキップに入れますよ。ここで藤宮さんに入れないけど寺蔵さんと藤宮さんの二郎だな。確定です。失言拾わないのは押しに行ったのよ。いや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 、おー、サンション入ってる。すごい。誰が入れたんですか？はい、アルマ入れました。チャゲボヨです。殺します。はい、僕も入れました。殺します。貨物なのとか、いい貨物。これさ、例えばこっちでダウンロードするじゃないですか。で、先に終わらせても結局さ、まずキッチンに行かなきゃいけない。でもキッチンに先に行くとさ、配線の問題でさ、行かなきゃいけないでしょ。キッチンからまたは貨物の方にまた行かなきゃいけないから。だから、マップを作った人も多分、キッチンと貨物が一番死にやすいってことを分かってて、あえてこう、左右に振らせてると思うんですよね。そう。だからやっぱり、立ち回りがすごい大事になってくると思いますね、このマップは。考えて。おー、ナイスボタン。はい、隠しちゃう。おー、やりましょう。藤宮さん、白取りに来たな、これ。よくわかりましたね。いや、確定白です。藤宮さんはもうマジで確定黒。さっき僕に投票した人狙いたいんで、もう一回聞かせてください。アルマですか？僕に言ったの。チャゲポヨです。アルマ、マシャカリ、チャゲポヨです。あ、僕嘘です。え、夏目先生入れたって言ってなかったっけ？そう、バレちまった。夏目、チャゲ、そう。あ、マシャカリさんは嘘なのね。僕は嘘です。今も入れましたよ。嘘つくのはインポスターっていう。まあそういうね、あれもありますけど。嘘つきはインポスターの始まりだ。嘘ついたらダメだ。嘘に厳しいからな、絶対。もうこれマシャカリさんに入れるわ、絶対。あー、言いたかった。相変わらず入ってて。噛んだし、しかも。噛んだ、噛んだ。はなんでサボタージュって言ったの？冗談。冗談ですよ。もちろん通じねえぞ、寺田さんには。そっちの嘘がね、そっち。よいしょ。おいおいおい。マップの話ですけど、やっぱね、マップ作った人は本当に殺しやすい場所を、例えばね、エレクトリカルなんかはね、多分誰が見ても分かりやすいですけど、めちゃくちゃ殺しやすいですよね、入り組んでて。インポスターがキルしやすい場所っていうのを考えて作ってると思うんで、それをまた逆に考えて立ち回りにね、生かすというのが、そうですね。マジ？あれ？チャゲポヨさんとマシャカリさん、コックピットで見ましたね、停電前に。マジ？はい。二人とも見たってことですか？二人とも停電前にコックピットいました。あ、オッケーです。中野アルマ夏目先生です。右にいたんで無理です。はい。藤宮さん、マシャカリさんと一緒に停電直しに行きませんでした？展望デッキ方向。僕は展望デッキ行きましたが、マシャカリさんは一緒には来てないです。ああ、なるほど。コミューまでは一緒で、コミューで停電らへんになったんですけど、そこで僕は下に抜けて、
展望デッキの方に向かってます、はい、だからマシャカリさんはそうですね、コミューからエンジン方向に多分向かってると思います。エンジン方向、はいはいはい、はい、キルクールタイム的に証拠あのミーティング上がって、ちょっとタスクやって押したんですけど、キルクール的に間に合わねえなーって拾えるしていますか、階段の音的に無理わけです。まあ白目なんじゃない、診察室最後東屋テラゾー、東屋さんだったっけ、その音2回ありました、短い階段があったはず、長い階段の後に短い階段があるマット、夏目先生ですね、どこですか、それ側です、チョコ、ああそういうことか、じゃあ絶対無理ですね、絶対無理じゃん、うん、東屋さんもコミューラ編いませんでしたっけ、東屋は停電前後、そうですね、停電開けた時にエンジンルーム入ってて、そこから電気室のタスクをやり診察室ラストですね、はいはい、入ってくるの見えました。僕はラウンジでアルマさんとすれ違って貨物室診察室って来てますね、あーそうですね、寺蔵さん、あじゃあ寺蔵さん無理や、無理や、アーカイブで一緒におったんで、寺蔵さん最初に出さなかった理由としてはちょっと誰か見えませんでした僕は、ちょっとギリギリだったんで、僕もギリギリ、うん、誰かとすれ違ったのは見えました、夏目先生足湯のことは白出しできながらアーカイブで最後どこにいました、最後の方アーカイブでシャワー入ってくときに、最後の方なんですけど下位置が分かってないので、うん、分かんないです、あそかメインホールまで行ってたら確かに考えな、はい、うん、最初シャワー室の右あの道の右の覚え源とかです、うん、入れました、はい、はい、まあ、3人しか取れてるから、る4人じゃない、4人誰、あ僕、あごめん僕取れないのか、先端さんの主張って長いはしごの音がしたからっていう主張でしたっけ、あごめんなさい、実施点でしかなかったです、まあ僕弾いても3人白なんで、あはい、いいかなと思いますけど、まあ先端さん弾ければ4人白ができますけどね、3人いれば、夏目さんとアルマさんって白あれができてんじゃないの、その2人と俺ってことか、東屋さんはまだやってる可能性あるもん、ね、はい、東屋は良い、はい、夏目アルマテラゾーまでは各城でいいと思います。あの客観視点の絶対できない位置です。ここは、はい。はい。まあ僕が足の音もあるので。まあシャカリシャゲポヨが直近っていう情報をもとにですけど。うん、で、シャゲポヨさんもコックピットら辺にいたので、先端さんの弁当も一応あるかなと思ってます。で、昨夜さんも目撃されてないので、うん、単純に昨夜さんがやってます。はい。初手はアーカイブで足湯さんとは言って、シャワー室メインホールシャワー室の流れですね。うん。最後シャワー室ってですか、まあ、最後シャワー室です、右奥です、うん、僕もシャワー室うろついてたけど桜さん見てないんだよ、僕メイン脇でしたけど見てないよ怪しい、でも黒子のバスケだ、停電中だったので黒子の停電開けてますよ、ね、最後停電開けてメインホールからいや停電中だったって話でしょ、別にそれは分かるし、うん、まあ、まあね、それはちなみにそれは3人までなんで、先端の主張もまあまあわかるけど、うんうん、はしごの音を意識して聞いてなかったので、うん、あの、それは聞こえないです。あと一応可能性の話ですけど、僕コックピットで藤宮さんとマシャカリさんだけは見ていて、チャゲポさんは見てないので、うん、あの藤宮さんインポスターで相方の死体を引っ張ってるっていう可能性はゼロではないことだけ聞いておきます。はい、まあ、はい、それはあれです。夏目先生って、メインホール側から上がってきたけど、それでも白になるの？あ、その前僕と一緒に、あ、そう、停電直前に生きてるのを目撃してるっていう発言を僕はしてるので、マジでずっと見ました、本当に K です、もうマジで一生追いかけ回してくるから黒だと思いました、サクヤさんっぽいけどな、そうですね、浮いちゃってますね、おー、スキップするのか、ただもうローラーしないってことでいいですかね、じゃあ4人じゃなくて今5人いるから4人、そうですね、もう無理かな、じゃあ足りなくなるな、ボタンが、
さっさと抜けちまう。こんな島なんて抜けちまう。タピオカ屋を借金センターで10万円借りる。タピオカ屋を作る。これはナイスボタンじゃないか。ありがとうございます。ナイスボタン。タイミングを測って、はい、最高。助かりました。早い。早い。ありがとうございます。早いよな。ボタン減るで、でも。え、これってさ、いいことばかりじゃない。グレー一全員さ、だから中のアルマ、夏目寺蔵さん以外からでも、はい、酒屋さんめちゃくちゃ怪しいですか。怪しい。話聞いてる感じめっちゃ怪しい。うん、まあ、一番怪しいめっちゃ怪しいけど、本当にさ、書店以外すれ違ってなくてすいませんって感じですね。まあ、停電中って主張わかるけど、だったら どうするの。酒屋さんを起こしといた方が議論的に。あ、いいでしょう。このままで。まあいい。うん、もう落とさない方がいいです。さっきつめなかったから、ね、消費して。まあ、白で後々塗られるって考えても。そうか。日本で落としとくっていうのも。まあ、いや、もういいと思います。まあそうですね。さっき釣れなかったからっていう。え、そうなの？確定白の人が死なないように動けばいいと思います。うん、なんか、変なことしなければ。任せてください。死なないようにとは。真面目にだからこんなことができたら毎回やってるとできるできるできる。だからコミューサボは絶対向かって、あのリアクターも絶対向かって、その人通りが多い中心地に、そのサボタージュごとの中心地に向かえば死なないことできるから、ね、真面目にプレイしないとですね、はい、中野アルマさん。いや違うよ、夏目先生や、それはちゃんとやる。アルマさん助かってるんですね。うん、僕だから基本エンジンで突っ立ってサボタージュがなったらそこに向かいます。いやー、おお、絶対死なんでくださいよ、皆さん。スラグ。アシュさんも呼びそう。やだな。みんな僕を殺すならエンジンですよ。おい、それやめてよ、もう絶対死ぬやつそれ。いや、って言って違う場所に行くんで。おお、さすが。容疑者一の人はもうできる限りタスクを進めるのが、ね、はい、はい、です。はい。あ、うん、その30秒だけタスクやるわ。半分くらい終わってそうっすけど、死なない、死なないって難しいね。できます、できます。工夫すればいいよ。あ、端っこに行かないとね、後半は。死なない立ち回りがやっぱ意識してるのは僕だけなのかな。動画を早く出さねば。タイミングも遅いよね。はい、はい、先端さんをメインの左エンジンです。場所的にはエンジンとメインのドアの、あ、じゃあエンジン側です。作屋さんだと思います。ほぼメインからエンジンに行くときに作屋さんとすれ違って、僕コックすれ違ってません。停電中です。停電はめちゃくちゃ直近ですよね。直近ですよ。あ、今じゃないですか。今僕展望なんですれ違わないと思ったんですけど、藤宮さんか作屋さんだと思うんだよな。藤宮さんが僕がコックピットにいるとき右側から来ており、はい、僕がリアクターの左側を直したとき作屋さんが金庫室にいたので、どっちかだとは思います。はい、じゃあもう容疑者、僕あの最初から疑われている作屋さんから行きたいです。足は決め打ちか。なんかここの画面白と東屋さんはどうですか。そう、うん、東屋最終セキュリティの展望で、僕バイタル情報あるんですけど、夏目先生は
僕貨物で一緒に湧いて、で足湯東屋、夏目先生で、夏目先生は上の方行ったんですね。で僕診察室の方向かったら、その時点で死なないように立ち回ってたから死体が冷えなかったですね。でそれで、なるほど、はい、僕が夏目先生とセンターの両方の情報を持っています。昇降機の右側を直したメンバーの中に、はい、その2人がいて、僕含めて3人でした。センターはアーカイブ方面に行き、リフトに乗って夏目先生は左側に向かったと思います。僕はそのまま昇降機にずっととどまり続けて停電を直しに行くところでした。東屋さんはどこですか？最終東屋は、最終セキュリティ下のとこですね。誰かとすれ違いました。センターさんをメインホール左側に行くのを見送ってます。なのでセンターさんは20秒前ぐらいに会ってる感じですね。まあでも一応東屋さんと足さんはでも白っぽいなって思ってるの。僕目線は東屋さんと昨夜さん、ね、夏目先生左にいるなら足さんだいぶ白いと思ってます。足湯さんは誰か見たんでしたっけ？僕は夏目先生の脇だけですね。上に行く夏目先生を見よう。他には目撃はない。昨夜さんに入れます。昨夜さんに合わせてほしいです。はい、僕もそれで僕も入れる。さようなら、お元気で。ちなみにもう一郎、僕は東屋さんかなと思ってますが。いやー、藤宮さんじゃないですか。昨夜さん全然藤宮さん容疑者にあげないし。いや、チャゲさん、ブリスブリザードあれめっちゃかっこいいですね。Are you ready? できてるぜ。なんだなんだ、ブリスブリザード仮面ライダー、ガキ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 、仮面ライダー話してました。仮面ライダー話だ。すいません。あざす。はい、ありがとうございます。停電直した人、なんか印象いいですね。アシュです。ありがとうございます。はい、夏目先生のことを寺蔵さん以外でその左で見た人っていらっしゃいますか？あの脇は見てます、東屋が。で、はい、ラウンジ方面に誰かが来てるなっていうのは認識してるんですけど、アーカイブまでは到達した記憶がないって感じですね、はい、夏目先生どっかで立ち止まったんだな。寺蔵さんがリアクター直った後にリフト左に乗るのを見てるので、はい、そうですね、それが最新だと思います。はい、夏目先生だったはず。それ以外に乗ってる人いないよね。乗った人いないよね。まあ、僕はかなり疑わしい位置ですが、一応足湯さん、まあ、かな白く見てますが、白気はできないと思ってます。はい、僕は東屋さんが黒だと思いますが、一応足湯さんもグレー位置だと思います。はいはいはい、目撃がない以上は、はい、うん、タスクってどんなもんですか？タスク、東屋あと 2、3個。僕は結構ありますよ、はい、死なないように真ん中にいたんで。確かにそうですね。じゃあもうつきたいな。はい、うん、先ほど昨夜さんが怪しいって言ったのは何でだったんだっけ？これロラしてたら、僕がまずこんなにことにならなかったのに。行ってコックピットでアルマさんとすれ違ってるんですが、停電前ですね。停電前に僕がエンジンに行った時に昨夜さんがエンジンからメインに行っていくのを確認していたので、開口一番昨夜さんを疑いました。なるほど。じゃあ藤宮昨夜は薄いんじゃないですか？まあ、ライン切りと言われたら、まあ、そこで確かに疑ってないっていうのは確かに。まあ、ただライン切りするにはちょっと早すぎるなって気はしました。まあ、あと一本釣りも一応僕も夏目さんが昨夜さん釣ろうって言った時も一応乗っかってはいました。入れてましたし、44の時。東屋さんはどういう経路だったんでしたっけ？東屋は貨物室脇でアーカイブ通ってメインホール電気室セキュリティで、ああでもそうか、寺蔵さんが確実に白なんやから、これはもう藤宮さんしか、いや、東屋さんもいますし、僕はスキップします。微妙やな、分からんな。東屋さんの可能性もあると思うけど、ね、うん、僕言っちゃった、まあ、リレーさんだから最初から言ってたと思う。東屋が藤宮さんに入れてます。僕も藤宮さん入れました。スキップしました。藤宮さんでいいのかな。最初の身内切りとかあんのかな。もう3、4人隠しろならって言ってたと思うけど、最初の議論の時、昨夜さんに1票入れた時。いやー、見事に最初の時停電中だったけど、一応インポスターしか見えてたけど、誰もクルーしかですれ違わなかったから何もいなかった。とちあげさん一生仮面ライダーの話しかしてなかったな。もう仮面ライダーで盛り上がりすぎて、あの議論全く覚えてない。俺も覚えてないよ。とりあえずお互い牙が好きって話をしてました。よし、タスク終わり。どうも、タスクはもう終わってました。ああ、さすが。あ、クロックアップしてました。もうクロックアップしてない、クロックアップで、ハイパークロックアップでやる。おお、さすが、してたんで時を超えますからね。さすがです。で、死んでないか。ありがとうございます。
ヒカロンではないですね。もう3人比較してたらもうロラでいいですね、脳死で。さすがに、うん。でしょ？で、昨夜さんを追い詰めたのって富士宮さん以外にいるの？初手の採用技者位置で藤宮さんが今、はい、で昨夜さんはもう最初でからずっと追い詰められてるわけです。ですね、だからまあ特別僕が黒要素を上げたっていうわけではないですね。でしかもあんな気票が集まってたら普通にライン切りは当然だと思ってるので別に早くはないと思う。早くはない。うん、まあでも一応東屋さんも足湯さんも目撃はないので二人してそっちに塗るっていうのもできなくはない。いやシンプルに僕がさっきのターン左側にずっといて、うん、でスキップ、スキップ以外だったらいける。見てないんですよね。基本で夏目だったら馬さんを切るべきじゃないですか。ほど前から切らないでしょ。キルクル止まってないから。インポスターだからこそあそこで切れなかったんじゃないですか。切ってたらっていうことですね。うんです。でしかも夏目先生の1位が、昇降機左側やったら藤宮さんがそこによる。足貨物脇で行ったとしてもアーカイブから行ったんやったら寺蔵さんか誰かに会うはずやし、下回りに行っても藤宮さん昨夜さんに絶対目撃はされるはずなんで、足湯さんの貨物脇は誰か見てるんですか。リストやからね、エアシップに置いてるのを僕は見てます。小屋さんも貨物脇、はい、そうです。もうなんかもういやー、まあ、藤宮さんだと思っちゃってロックしちゃって、まあ確かに、うん、昨夜さんがそっち行ってないってさっき言ったのに、行ってないって終わりだったんですよ、まあね、藤宮さんと意見が食い違っているので自分が釣られるのをまるで飲んでいたので、うん、確かに自投票もしてましたし、うん、よく中盤以降は藤宮さんは他に容疑者伸ばそうとしてる印象はあったよね、確かに。めっちゃ二郎に見えちゃう自投票するとそうなっちゃいますよね、うん、ボタン誰か残ってます？消費済みです。ここで僕が釣られるとボタンがない以上僕がクルーだった時に負けなんですよ。ロラ押しじゃなくて、ロランしなきゃ間に合わないです。はい。したいロラしたいんじゃないですか。足はちょっとそこで拾われると普通にあれですけど、まあ、フルーだったどうせ釣られるからいいか。しょってもあれですしね、サボタイギリか。押せたって言われるし。見えちゃいますね。すげえ。ナイスファイト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 ちょっとめっちゃ浮いちゃった、すいません。ああ、いい試合でしたね。いい試合だった。いやーすごくいい試合だった。めっちゃなーあれ感動した。藤宮さんの黒に疑問を抱いてた寺蔵さんが出現取り一つでコロッと出てた。無関心で答えたらそうなりませんか別に。そんな。いやならん。まあまあまあ黒くはなりますけど。まあまあ。コロッと言ってもまあ僕を疑われてる状況だから。まあ、状況的に拾われると思います。釣れなかったターン確かになんか昨夜さんから容疑をそらそうと議論を誘導してる印象はあったなって思い返したんです。うん。そうですね。で、まあまあ、位置関係的にまあ東屋さん浮いてたけど、うん、足湯さんも、うん、あの容疑者に入れようとしてたんであんまりそれは考えられないなと思って、うん。次行きましょう。シュギアベアって誰？ギアベア、まあ、誰かバグってるんですよ。なんか何色がバグってます？緑色。そんなやつはいないけどな、緑色。緑かな。ああ、ヒビだ、アルマくんか。あ、いや、多分、いや、バグったら緑になってその名前になるんで。どこにいますか？俺一旦出てか。どこにいるか教えてください、その人が。ここです。これかおもろかったな。バカです。その人は。ギアベアやな。ここです。ギアベア恐怖症さんだ。